当チャンネルでは不思議なお話やびっくりするようなお話などをご紹介していますが、内容に関しましてはあくまでも都市伝説やフィクションとしてお楽しみいただければ幸いです。衝撃、米政府と地球外生命体の歴史がヤバすぎる。やはりエイリアンとの密約はあった。4。皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回のシリーズは難解なので、皆様飽きてきてはいないでしょうか。何を言われても続けますが、今回はフェーズ3の最後になります。フェーズ3、秘密組織の行政監視の侵食。コーポレートアメリカを ET の存在を政治的に管理する方法に組み込んだ組織再編成の立案者であるネルソン・ロックフェラーは1959年に大統領の政府組織再編成特別補佐官を辞任し、ニューヨーク州知事への立候補に成功しました。しかしロックフェラーがコーポレートアメリカと MJ12、PI40 の両方で果たした重要な役割は、ET の存在を政治的に管理する方法を MJ12、PI40 と ET 技術のリバースエンジニアリングを担当する軍産複合体がコントロールすることを確実にし、様々な諜報機関が ET の存在に焦点を当てました。アイゼンハワーが退任演説の中でほのめかしていたのは、少なくとも ET の存在の政治的管理に関する限り、政治的クーデターが起こったということでした。アイゼンハワーは、大統領が独立した確認手段を持たない情報に基づいて作られた政策提言に、憲法上の妥当性を与えるだけの役割を担わされていました。アイゼンハワーがこのように感じていたことは、アイゼンハワー直属の軍将校の一人であるステファン・ラブキン准将の報告書にも証明されています。でも、何が起きていたのかというと、アイゼンハワーは騙されていました。それを知らないうちに、彼は UFO のすべての状況で起こっていることへのコントロールを失いました。国民への最後の演説で、彼は私たちにそのことを伝えていたのだと思います。もしあなたが完全に警戒していなければ、軍産複合体はあなたを裏切ってしまうだろうと。そして、彼は突然、この問題がこの国に損害を与える可能性のある企業の支配下に入っていることに気づいたのだと思います。私が覚えている限りでは、このフラストレーションは何ヶ月も続きました。彼は UFO のことで自分がコントロールを失っていることに気づきました。彼は、私たちが直面している現象または、それが何であれ、望ましくない状態だと気づきました。私が覚えている限りでは、彼は、望ましくない状態、という表現を使いました。ケネディ政権は、ET への行政の監視が薄れていく重要な節目となりました。ケネディは、若手の上院議員として外交委員会に勤務していた時、ET の存在を知らされて、その存在を知りました。彼の共和党の前任者のように、民主党の新大統領であるケネディは、ET の存在の政治的管理は、特定の結果に偏る方法で ET に関する情報を公開する MJ12、PI40 と協力して、それぞれのプログラムへの継続的な資金提供という最も明白な必要性を持つ、秘密の軍と情報機関によって支配されていることを発見しました。もし情報の操作が実際に起きていたなら、そして確かにアイゼンハワーの経験が示唆していることがそうであるならば、ET の存在は、最小限の政府の監視と過剰な資金レベルで、厳格な秘密主義を必要とする国家安全保障上の脅威のカテゴリに恒久的にとどまるでしょう。コーポレートアメリカが軍事契約の履行に関与したことは、
ET の存在がもたらす真の影響や、秘密組織が実際に何をしようとしているのかを、行政監視によって発見できないことを意味しました。特定の結果を指示するような形で、操作されていると疑われる秘密組織から提供された情報をチェックし、確認する方法がないというこの問題は、アイゼンハワーが確かに懸念した問題であり、ケネディも直面した問題でした。ケネディと彼の最も信頼できる上級顧問たちは、明らかに行政の監視と支配を回復しようと懸命に働いていましたが、アイゼンハワーと彼の顧問チームと同様に苛立ちを感じていました。ケネディの国際問題特別補佐官、国家安全保障担当大統領補佐官、のマクジョージ・バンディーをはじめとする国防省と国務省の閣僚、中央情報局長官、統合参謀本部議長は MJ12 のメンバーであった可能性が高いのですが、彼らはケネディが必要としていた変化をもたらす助けにはならなかったようです。エアフォースワンの元スチュワード、ビル・ホールデンによると、彼とケネディは、1963年の夏にヨーロッパへ飛んだ際に、以下のような会話をしたそうです。大統領、UFO についてどう思いますか？ケネディはちょっと真面目になって言いました。私は UFO の状況について一般の人々に話したいと思います。しかし、私の手は縛られています。ロックフェラーの制度改革によって、現職の大統領であっても、一人の個人が ET の存在に関する政策決定プロセスをコントロールすることが不可能になりました。ケネディは、軍産複合体が ET への対応において最小限の行政監視の下で行動していたという不穏な現実を覆し、行政のコントロールを回復しようとしました。さらに重要なことに、ET への対応が政治的にどのように管理されるべきかについて影響を与えたことから、一連の対立が激化したことは確かです。例えば、ニキータ・クルシチョフ政権下でソ連との関係を改善し、ET の存在に対応するためにより多くの協力を行おうとするケネディのイニシアチブは、ET の存在を政治的に管理する方法に実質的な影響力を持つ秘密組織を確実に混乱させました。ケネディ大統領はソ連との協力拡大を望んでいましたが、軍産複合体はこれに反対していたことを裏付ける文書が見つかりました。さらに、ケネディは MJ12 に対して、翌年、1964年、内にアメリカ国民に異星人の存在を明らかにすることを意図し、彼の決定を実行するための計画を命令しました。と最後通告を発したと主張されています。ロックフェラーの下での組織再編成は、コーポレートアメリカが軍や諜報部門に組み込まれた秘密組織を使って極秘プログラムの実施に参加することを可能にしましたが、ET の存在を政治的に管理するためのより透明で協力的な国家的、国際的努力を約束した新興の民主党大統領によって覆されることはありませんでした。ケネディの暗殺は、ET の存在を管理する方法に対する支配権を奪い取ろうとしていたことにも関係していた可能性が高いのです。これらに黒幕は、ケネディ大統領の政策によって自分たちの活動が脅かされていると感じていた、いかなる秘密組織からでも出てきた可能性があります。このケネディ政権の危機の結果は、正式な政策決定グループである MJ12 が、必ずしも大統領の承認を得ずに政策の選択を始めたであろうということです。これは、少なくともアイゼンハワーが主要な MJ12 政策提言の実施を正式に承認しなければならなかったアイゼンハワー政権とは一線を画するものでした。ケネディの暗殺は、ET の存在に対する行政の監視が10年以内に終了した。事実上の政治的クーデターを構成する全てのプロセスの集大成でした。
アイゼンハワーの共和党への所属と政府機構を再編し、ET の存在が政治的にどのように管理されるべきかを改革する上で主導的役割を果たすロックフェラーの選択が、ET の存在に対する行政の監視を事実上弱める結果となりました。アイゼンハワーは政権の終わりに、自分がコントロールを失って、静かな政治クーデターが起きていることに気づきました。ケネディのコントロールの回復の失敗と暗殺は、行政の監視が失われる転機となりました。ルーズベルト政権とトルーマン政権の下で、大統領とその上級顧問が十分な情報を得て、ET の存在の政治的管理をしっかりと支配していたことは、今や遠い記憶です。ET の存在を政治的に管理する方法に対する実際のコントロールは、行政の監視なしに贅沢な予算とともに秘密裏に運営されている、軍及び諜報機関の手に渡っていました。したがって、少なくとも国家安全保障の観点ではないにしても官僚的な観点から、秘密組織が現状を維持し、透明性と経営陣の監視を強化するための努力に反対することに強い関心を持っていたことは理解できます。主要な政策調整機関である MJ12、PI40 は、このような事実上の政治的クーデターの利点を認識していたはずであり、主要な役割ではないにしても、ET の存在のあらゆる側面に対する行政の監視を弱める役割を果たした可能性が高いと思われます。MJ12、PI40 は、この行政監視の喪失から大きな利益を得る組織的立場にあったため、大統領政権は ET 問題で実際に何が起きているかをあまり知らず、軍産複合体内で何が起きているかの正確な情報を得るために MJ12、PI40 に頼らざるを得ませんでした。MJ12、PI40 は、大統領やその政策アドバイザーからの実質的な干渉や監視をほとんど受けることなく、政策調整の役割を果たすことができました。大統領やその政策アドバイザーは、単に、ET への対応に関与する様々な秘密組織及び、または MJ12、PI40 から提供される政策提言や情報に対して確認したり、異議を申し立てたりする手段を持っていなかったのです。大統領府が独立した正確な情報を入手できなかったことは、MJ12、PI40 が入手可能な情報に独自の操作を加え、MJ12、PI40 の優先事項やニーズに沿った政策成果を生み出すことを意味しました。これらのニーズの一つは、MJ12、PI40 がおそらく決定する案件に対する行政の干渉を最小限に抑え、政治的管理の必要性の中で一時的なプレイヤーに過ぎなかった。大統領政権の経験と能力の範囲外で行えるほどの自治性を確保することでした。行政の監視機能が失われたため、MJ12、PI40 は、ET の存在を政治的にどのように管理するかを決定する主要な役割を担うことになりました。このことは、ET の存在を政治的に管理する第4段階、すなわち秘密組織の自治と面積の時代につながりました。いかがでしょうか？様々な歴史の裏側にこのことが深く関わっていたのだとしたら、世界は私たちが認識しているものとはかけ離れているのかもしれません。次回からはフェーズ4に移行します。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。